皆さん、こんにちは。圧倒的な実績を誇るレジェンドレーサーといえば誰を連想しますか？今回は通算成績2000勝を超え100回以上の優勝という実績を持つ定界のレジェンドレーサーである松井茂選手について、直近のインタビューで語った整備への苦言についても詳しく見ていきながらご紹介したいと思います。松井茂選手は1969年11月11日生まれ、登録番号3415、大阪府出身で大阪支部に所属している。64期、現在 A1 級のベテランボートレーサーです。松井茂選手は今や定界のレジェンドレーサーとしての地位を確立し、数々の大会で今もなお好成績を残し続けている選手です。そんな松井茂選手ですが、父親は実家で寿司屋を経営していたようです。しかし松井茂選手は自分は包丁を持つのも苦手らしく、高校までは特に進路を決めることなく進学していきました。学生時代はテニスに打ち込みますが、目立った成績は残しておらず、高校卒業の頃にはまだ進路も決まっていなかったそうです。そんな頃、父親の寿司屋で働いていた従業員の一人が松井茂選手の言動や体型を見て、ボートレーサー養成所の募集案内を渡し、ボートレーサーに向いているんじゃないかと松井茂選手に勧めたことが、松井茂選手がボートレーサーを目指したきっかけのようです。そうして養成所に入所した松井茂選手でしたが、養成所時代には同期の中でもかなり転覆が多く、いつ強制退所になるかと怯えながら訓練生活を過ごしていたといいます。しかし養成所の後半になると、松井茂選手は同期の中でも良い成績を上げるようになり、服部幸男選手とともに同期中ではトップレベルの技術を身につけました。その後1989年5月にボートレース住之江でデビューした松井茂選手は、デビューからわずか半年で B1 級に昇格し、その1年後には A2 級へ昇格を果たします。デビューから数年、確実に成績を上げながら自分の技術を磨き、勝てるターンを勉強していた松井茂選手は、1995年5月にボートレース住之江で行われたオール大阪戦ラピートカップで、ようやく自分の納得いくモンキーターンができたと語り、ここでさらにボートレーサーとして自信をつけました。その後も松井茂選手は着実に実績を積み、2008年9月12日にはボートレース福岡で行われたチャンピオンカップでドリームレースに出場して1着を取り、公営競技で史上初となる生涯獲得賞金25億円を達成しました。また2009年7月にボートレースで行われた G1 モーターボート大賞で通算1500勝、2009年10月にはボートレース尼崎で行われた全日本選手権にて悲願のダービー制覇も果たします。さらに2009年12月には SG で10回目の優勝をマークすると、2011年9月にはボートレース鳴門での優勝で史上12人目となる通算100回目の優勝を達成しました。2011年には生涯獲得賞金30億円を超え、2023年には40億円も突破しました。そんな松井茂選手の圧倒的な長年の活躍に、ボートレースファンからは絶対王者の異名がつけられ、55歳を迎える2024年現在になっても数々のレースで存在感を見せるトップレーサーとなっています。松井茂選手の通算成績を見てみると、1997年以降のデータだけでも通算出走数は6000回を超え、勝利数は2000勝以上、そして通算勝率も 7.91 と圧倒的な数字を誇っています。1着率 32%、 2連対率 54%、 3連対率 72% という数字も、その絶対王者たるゆえんとなっている技術や強気なレーススタイルを実際の数字として表しているのがわかります。また一般戦だけで勝率を稼いでいるわけではなく、 G1 や SG は常連として常に出場しており、 G1 では通算優出160回、54回の優勝という驚異的な数字も残しています。また SG の舞台でも60回以上の優出、
これまで10回以上の優勝をマークしています。そんな松井茂選手ですが、大阪支部そして帝海までもを代表するベテランレーサーとなった今では、勝利者インタビューなど様々な場面で若手に対する言及やボートレースの仕組み、話題となっている内容に苦言を呈することもあるようです。直近、松井茂選手はモーターやプロペラ、ボートなどの整備に関して苦言とも取れる発言を残して話題となっています。まず、近年の SG や記念レースではセット交換という整備が目立つ傾向にあります。ボートレースのエンジンは基本的に1年に1回全て交換されますが、整備用に前回使用したエンジンをいくつか取り置きしていることがあります。セット交換とは、それらのエンジンから部品を取り、ピストン2個、リング4本、シリンダーケースといった部品たちを丸ごと交換する整備方法のことです。このセット交換ではエンジンを別物に生まれ変わらせ、足の上積みに期待できることから、近年このセット交換をする選手が増えており、今年の SG や記念レースではいわゆる流行りともなっています。先日行われたボートレース尼崎でのグランドチャンピオンでも、節間で24人もの選手がこのセット交換を行っていました。そして実際にその中の多くの選手が足の上積みに成功している様子が見て取れました。実際に尼崎のグランドチャンピオンでは4月に13日に初下ろしされたエンジンが使用され、最大でも4節しか使用されておらず、本体整備の解禁も6月上旬でした。そのためエンジンの組成がはっきりしておらず、そういった背景からもセット交換を試した選手が多いということが考えられます。このセット交換は若手の間だけの流行りかと思えば、実際はそうでもなく、 SG トップレーサーの武須島誠選手も2連対率 63% のエンジンを受け取りながらセット交換を行ったようです。そんなセット交換の流行に苦言を呈したのが絶対王者の松井茂選手でした。松井茂選手はこのセット交換の急増について、いいエンジンの部品を取ってくるのだから良くなるのは当たり前と断言し、続けて、あんな恥ずかしいことできへん、分かっててやれる気持ちがわからんと批判しました。分かっててというのは、良くなると分かっていてという意味だと受け取れます。松井茂選手からしたら、良いエンジンの部品を持ってきて組むセット交換はプライドとして許されないのかもしれません。また松井茂選手は続けて、 SG 用に残す必要なんかないとエンジンの再利用を批判し、あんなもん整備でも何でもないと一刀両断しました。確かに良くなると分かった上で良い部品を再利用して組み立てるセット交換は、技術を必要とする整備という観点では比較的容易に足をよくできる裏技とも取れます。長年ボートレースの世界で戦い続け、悪いエンジンを持ち前の整備力で変身させてきた絶対王者にとっては、セット交換は好ましくないものなのかもしれません。またここまでのセット交換の概要を聞くと、デメリットがないようにも思えますが、実はセット交換はエンジンの力の相場を大きく左右することにもつながります。特に今回のグランドチャンピオンのように、出場選手24人もがセット交換をしたのが事実であり、それだけの数のセット交換が行われれば、エンジンの全体の相場というものが変わってきます。ボートレース業界はエンジンに差をつけることで、エンジンの力や足色によって予想してもらうという側面があるのも事実です。選手にとっては勝ちやすくなるための一つの手法ですが、船券を買うファンにとっては予想が難しくなる要素の一つであるとも言えます。松井茂選手が批判している理由はそういった観点ではないように思えますが、セット交換はそれだけ大きな影響力もあるということです。いかがでしたでしょうか。果たして今後のセット交換はどうなっていくのか。ボートレースを整備の面でも楽しんで見ていきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。